マリア・デラス・メルセデスで、オルレアンスは、スペイン王アルフォンソ12世の最初の王妃。マリア・デラス・メルセデスは、慈悲のマリアを意味する名前である。フランス名は、マリー・デグラース・ドルレアン。モンパンシエコー・アントワーヌとその妻である、スペイン王女ルイサ・フェルナンダの娘として、マドリード王宮で生まれた。彼女は、フランス王族であったが、同時に、スペイン王女でもあった。 イサベル2世の命にあたり、父アントワーヌは結婚と同時に、スペイン王子の称号も授けられたためである。彼女は、幼年時代を、セビリアのサンテルム宮殿で送った。マリアの家族は、アントワーヌの王位への野心のせいで警戒され、マドリードに住めなかった。アントワーヌの子供たちには、王位継承権があり、最も順位が高いマリアの兄フェルナンドは13歳で、死んだ。 マリアは姉のマリア・イサベル、マリア・アメリア、マリア・クリスティーナらと共に最も近い順位にいることになった。1860年代のスペインは革命の動乱の中にあった。オバ・イサベルが退位するとマリアの一家も亡命した。1872年、12歳のマリアはいとこのアストリアス公アルフォンソと初めて出会った。 アルフォンソ12世との結婚式1876年、アルフォンソの即位が実現すると、同時にマリアとの結婚が発表された。この結婚に不同意のイサベル2世は、マリアに会おうともしなかった。自分の意が通らないなら一生結婚しないと言った。アルフォンソは、1878年1月にマリアと、アトーチャ教会で挙式した。マリアの黒い瞳と黒髪は、 アンダルシアの夜の漆黒と歌われた。この挙式は、スペイン史で広く知られるものの一つである。新婚旅行の後、マリアに、肺結核の兆しが現れた。マリアは、流産をし、1878年7月にわずか18歳で、急死した。王妃マリアは、国威と修道所としての包囲を着せられ、王立のお骨堂ではなくエルエスコリアル修道院に埋葬された。 衝撃のあまりアルフォンソは体調を崩した。首相、カスティーリョが早く新しい王妃を迎えるべきだと、進めると、アルフォンソは、マリアの姉、マリア・クリスティーナを選んだ。不幸なことに、マリア・クリスティーナも婚約中に、肺結核に罹患して死んだ。二度の不幸に打ちのめされたアルフォンソは、十万円のこだわりを捨て、オーストリア大工場マリア・クリスティーナと結婚し、三人の、 子供を得た。なお、その第一子である長女は、マリア・デラス・メルセデスと名付けられている。マリアは、マドリードの王宮の向かいに建てられた新しい教会、アルムデナ大聖堂に現在眠っている。1883年に建設が始まり、2000年11月に、アルフォンソの遺言により、マリアの出銀が移された。マリアの死から約100年後の2004年5月、 アストリアスコーフェリペとヒレティシアがここで過食の点を挙げた。ダニエル・ビエルジュが、ルモンド・イルストレ1878年2月9日、合計祭。ありがとうございます。